今日のゲストは評論家の宮崎雅弘さんです。テーマは台湾統一地方選で親中派勝利、東アジアの今後はです。まあ本当にね、今日は宮崎さんしか聞けないことをね、たくさん聞いてきたなと思うんですけども、宮崎さん、はい、とりあえずお帰りなさいって言った方が良かったんですかね。いやいや、もうかなりマレーシアに行かれて、かなり前ですよ。これマレーシアはどうでしたか。良かったというより、とにかくマハティールさん93歳ね、総理大臣に復帰されて、やってることはじゃんじゃん中国とのプロジェクト全部キャンセル、はい、すごいでしょ、うん、次にね、前のナジブ、首相が展開していた、これね、1MDB っていうの、はい、要するにファンドね、うん、65億ドルのファンドを集めて、そのうちアブダビの国家ファンドとかいろいろ入ってたんですよね、はい、でその主幹事がゴールドマンサックスで、なんと手数料が6億ドル、9.2% も取ってた。普通ね、こういうボンドの記載の手数料ってのは 0.2 から、まあいいとこ 1% なんですよね。はい、9.2 なんておかしいじゃない。ということで、この大スキャンダルが今、捜査になってて、次々とこう、芋づる式に今捕まってると。というのは今、マレーシアの見どころなんですが、もう一つはね、例のフォレストシティって言ってね、はい、つまり森の都、うん、これを人工の島を作ってマンションをどんどん建てて、うん、中国から70万人の移民計画があると、うん、でやっぱりマハティルさんが言ったんですよね、はい、冗談じゃないって、我々は中国の植民地ではないんだと、うん、フォレストシティはその名前の通りオランウータンと猿の島にして、うん、そうしたらね、株がドカーンと下がって、その開発業者の、はい、それから中国人もほら、買った人たちってのはみんな中産階級の人多いんでね、うん、本国でデモ抗議集会ですよね、というようなことが起きていたというところを見てまいりました、うん、なるほど、うん、まあ本当に行ってみるのと、まあ宮崎さんは前からそのマーティールさんの動向というのを選挙前からですね、はい、いろいろおっしゃってて解説されていて、実際その思われたことと行ってみて、やはりその思いっていうのはやっぱり一緒でしたか。いやいや、ちょっと違うのは、だから中国は撤退したと思ってたら、うん、とんでもないどんどんやってくる。ペナン島にね、橋がかかったんですよ、はい、24キロの、うん、海の上に、はい、そしたらね、周り中マンションがね、うん、今人口100万人になってね、うん、中国人が61万人住んでて、マンションみんな中国が買ってるの。親って感じですね。まだ未だいるんですね。それでね、今度は森の方行ったんです。これね、なんとかハイランドっていう有名なところがあってね、うん、要するにマレーシアの軽井沢ですよ、うん、高原リゾートね。でね、昔は掘ったて小屋とか山小屋の別荘地だったんだよね、うん、今言ったらマンションボンニョキニョキ立っていて、やっぱり中国人が移住してきてる、うん、あ、やっぱりね、この勢い見てたらね、マレーシア人の危惧ってのも分かりますよ、うん、日本はほら北海道とかなんかいろいろ土地買われてるけど、周りに日本人があんまりいないから、うん、そんなに深刻な問題じゃないでしょ今はね、うん、でもまあこれ日本だってこれマレーシアの鉄を踏みかねないという危機感を抱きながら、うん、そうですね、もう本当にね、危機になれば皆さんそういう風になるのは、うん、今のマレーシア特にそれが、うん、ね、危機になってるということですよね。そう、だから選挙でね、あれ絶対マハティール勝てないって言ってたんですよみんな。そうですよね、ね、うん、それで向こうは万全の用意し、なおかつマスコミから何から、そしてほらフェイクニュース防止法なんて作ってさ、はい、政府批判のニュースを SNN で発信したら捕まえられるとかね、そこまでやっていながら大差で負けたんですよね。すごいですよね。だからこう、あそこにも伝播したんですよ。パキスタンも違う人になる。それから、モルジブ。うん、58% 対 42% で、中国べったりの現職大統領が落選と、いうような結果でしょ。うん、これでもそういう、どんどん国がどんどん繋がってますよね。そのシルクロード構想というものが、もうだんだん、うん、要するにこう、世界から、ええ、もう離れていかれてますよね中国は。ところがね、目立たない国があるんですよ。まだ中国に今からべったりっていうのが、例えばこの間 APEC をやったパプアニューギニア、はい、
それから私あさってから行ってきますがミャンマー、はい、ミャンマーはねほら国際的に孤立しちゃったじゃない、ロヒンギャ問題で、はい、でスーチーさんにも非難ごうごうになってね、こうなるとほら彼女に同情したくもなるんだけれど、そこで助けに来たのが中国ですよ。中国ですね、スーチーの言ってることは正しいね、そしてロヒンギャってのはこれもともとイギリスが植民地政策で押し付けて強制的に移民してきた人たちなんだから、なんていうんですか、無理やりの統治をやっていたのがたたったんだというような論法なのね。で中国が代わりに何をしてるかというとね、インド洋に面したところに港を作って、はい、バンバン都市をですよね、病院から道路から飛行場からね、大学まで作ると言って投資してるんですよ。これ日本であんまり報道されてないんでね、ちょっと行って、まあ、行ってみてきますが、おっしゃった、ねはい、そのミャンマーがどういうのかっていうのをレポートまたお願いしたいんですけれども、まあ本当例えばドイツにしても中国離れがしてきた、はいはいはい、本当、まあ、ある意味いろんな今まで中国と本位にしていた、もちろんイギリスとかもそうですけども、はいはい、みんなこうだん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 今もう対中国みたいな情勢になってますよね。西側のとりわけG20 の加盟国の中では、もう中国に対して今までのような姿勢で臨む国っていうのは減ってきましたね、はい、特にヨーロッパはそうですよね。スペインなんかとうとうあれですよ、一帯一路シルクロードの覚書にサインしなかったんだもん、ね、昨日習近平行ったんですよスペインに、行ってしなかったんですかね。だからこれはねやっぱり大変なことですよ。逆に言うと失礼でもあるけど、ってことは習近平はある意味世界この情勢から見ると今弱ってるってことなんですかね。弱ってるって、国内でも弱ってる。弱ってますよね。もっと基本的なこと言いますとね、今中国共産党第4回中央委員会総会、つまり4中全会っての党に開いてるべきなんですよ。9、10月にね、はい、11月今日で終わりなのにまだ開いていないばかり、開けてないって言い方なんだ、開けていないばかりか、あの人外遊ばっかりしてるじゃない。してますね。ね、パプアニューギニアからフィリピンへ行って、どっかもう一カ国へ行って、それで今今度ヨーロッパ歴訪でしょ。はい、その前に、昨日、今日あたりからブエノスアイレス、リオデジャネイロ行くんだよね。おかしいですよね。ですから、まあ、中の問題もあり、いろんなことも、いや、大問題があるんですよ。いや、本当このね、中国のね、共産党内という言い方の方がいいですかね、国内の情勢は、本当宮崎さんぐらいしか聞く人がいないんですけれどもね、宮崎メールマガでも有名な話なんですけれども、はい、ジャック・マーさん、共産党員だったということで、そう。ね、言われても、まあ今、そういうカミングアウトっていうんですかね、いやだからアリババがね、なぜこんなに中国の若者から支持されてジャック・マーってのはビジネスヒーローになっていたかというのは、自分は共産党員であるということを伏せてたわけですよね。それは株にもだってね、上場するときだから民間人、大問題になりますよね。そう、民間人で、しかもあの国でここまで成功できるんだと思っていたら何のことがない。やっぱり党員だったんだと。これってどうなんですか？その時隠していて、後からそうだったっていうのは別にそれは問題はないわけなんですか？いや、日本人にとってはそれが一体何だろうっていうね、感覚のズレあるけれども、中国の若者にとってはやっぱりすごい失望でしょうね。でもその、まあ中国の若者そうですけども、アメリカでその上場し、ニューヨークは実際に、アメリカサイドは最初から分かってたわけですよね、でも。いや、そういう上場基準に党員とかいうことを示す必要は、まあ、示す必要ないけれどもですよね。経理の透明性が求められて、それから過去3年か、少なくとも3年、黒字経営であるということを立証する書面がきちっとしてれば、大体上場できるんですよね。で、投資家の人気度と。で、ずっとほら、中国の企業のニューヨーク上場続いたんだけども、今年はもう1社ぐらい、完全にブームやみましたね。で、日本でもほら、ずっと下火だったんだけど、アリババのお友達のソフトバンクが、また上場されるということで、今、なんとかね、日本の証券界も息をつなごうとしてるけれど、さてね、
集まるかな。孫さんには損害はないんですか、あれだけの株を持っていて。いやいや、時価評価ですから今損害ないです。今はないんですね。ところがね、アリババの株価がドーンと減ったら、あの孫正義さんは筆頭株主だからね、アリババの、それ時価評価がドーンと減れば、あの会社のグループ全体のやっぱり時価総額が減るでしょう。そうでしょう ね、 ね。まあすごいね、やっぱりこういろいろ宮崎さんに開口集団の話とかもね、いろいろしていただいたりね、その社長がいきなり亡くなったり、うん、まあそれは大木さんのね派閥じゃなかったのかとか。いやだからそれはインターポールの総裁が失脚しましたでしょう。あれもどうなんですか ね、 ね、あれもあのそういう秘密のすべて知ってるんですよ、うん、それが一つ。二つ目はね、やっぱり中国共産党の幹部たちが海外に秘密に持ってる、あの隠匿してる口座全部掌握してるんですよね、うん、でそれをみんな持ってアメリカに亡命しようとしていたら、その動きを先に中国が掴んで、で拘束しちゃった。はあ、だからもう先に中国のやっぱりこのなんていうんですか、情報網っていうのはすごいですよ。うん、ね、そうですよね、うっかり電話でね、うん、あのそういうこと喋れない、はあ、メールにももちろん打ち込めないでしょ。まあ、今あれカメラもすごいんですよね。いや、カメラもすごいですよ。うん、ドローンもすごいですよ。あれ今世界一でしょ、中国のドローン生産量はね。うん、であれ飛ばすんだから監視カメラつけて、そうですね、あの広大なウイグル自治区の砂漠を飛ばしてさ、うん、しかも鳩に化けた監視ロボットもあるんですよ。そういうのどんどん飛んでるからね、うん、それちょっとしたあの暴動とかなんかやろうとしたらすぐ捕まっちゃう、うん、というのが今の中国のなんていうんですかね、ギスギスした体制 で、うん、でなおかつそれで支配、習近平の統治がうまくいってるんだろうかと思ったら、不満がものすごく溜まっていて、出てるはずですよね、それで四中全会開けないんですよ。うっかり開いてね、あんた明日から来なくていいって解任される可能性あるからね。でも今のその皆さんの派閥とかそのあれを見ると、そうさせないようにはなってきつつあるんですよね、習近平のその親しい人間をいろんなポストに置いて、ね、うん、でも人間の心の心理までわからないでしょ、うん、日産だってある日突然ゴーンは解任されるんだし、うん、まあまあそうですよ ね、 ね、開かれた情報社会の中でもああいう密室って言いますかね、うん、閉ざされた情報空間があったってことだから、ましてやましてが中国ですから、まだやっぱりそういう対抗馬としてはまだ、うん、もちろん胡錦涛派、共生団、うん、並びにもう江沢民派っていうのはかなり粛清されてきて、うん、だからこそその怨念があるとか、うん、わかんないんですけど、うん、この江沢民派っていうのはちょっとやっぱもう力も今は落ちてるんですかね。いや、江沢民さんそのものがもうあれ88ぐらい、だからあの側近だった蘇慶光って人がいるんですけどね、はい、この人は全然表に出てこないので、うん、ちょっと何を裏でなさってるか、あの蘇慶光さんももう早く捕まんのかなとか言われたりもしてたような、国家副主席まで務めた人だから、はい、なかなかねそこはいかないっていうことなんですかね。中国の国家としての信用がどうなるんですかね。いや、それはお隣の韓国みたいにね、大統領が全員あの刑務所に入る国もあるから、別に中国で起こっても不思議ではありませんけど。徳島市の多田博さんです。台湾の状況も大変難しいようですが、香港も同じく中国からの締め付けや影響を感じております。かつて昭和の時代の外務省や日本国内の有識者も、中国が現在のような反日体制になる現実をほとんど予測できず、無為無策だった苦い歴史があります。将来台湾や香港でさえ反日的な体制に変化する危険性はないのかと危惧いたしますが、一部の周囲の方方々と議論をしても台湾が反日になることはありえないという大変楽観的な認識で、正直甘いのではないかなと疑問を感じております。先日関平先生と江文雄先生が対談で、日本と台湾の関係が良好なうちにこそ日本、台湾、アメリカが連携して中国を封じ込める政策や軍事的同盟を模索すべきであるが、日本の政府や外務省も危機意識に欠けているという趣旨で現状を嘆かれていました。ご意見をお聞かせください。
いや、今のアメリカがね、相当変わってるでしょ、台湾に対して。はい。ほら、トランプさんが登場した時にまず言ったことは、我々は中国は一つであるという原則にはとらわれないって言って、それから2番目に今度は台湾旅行法を制定すると、うん、でこれはつまり大統領と総統が会うことだってこれから可能だし、うん、相互訪問も可能であるという法律なんですよね、はい、で3番目にあの国防権限法を通して、つまり台湾に対して武器供与を今後も続けると、しかも高性能の中国反対している武器を台湾に売却するということまで決めてる。それからもう一つはね、あの事実上のアメリカ大使館、があの台北にありますがね、新築してそこの警備は海兵隊がやってると、うん、あのずっとね米台関係っていうのは目に見えて進んでるんですよ、うん、いい方にね、うん、でその中で台湾の人もそれをよく知っているにもかかわらず選挙結果はあっち向いたっていうことでもなくてね、うん、ここはねあのやっぱりね、あの蔡英文総統に対する失望の方が大きいんですよね。うん、もう個人っていうことですね、うん、つまりね、蔡英文さんってね、一応民進党なんだけども、まあ、客家人だし、英語ペラペラだけれど、あの押しが効かないっていうかな、台湾独立っていうことを鮮明にできないんですよね、立場上。うん、で、台湾、だから中国の攻撃に対して弱々しくしか反撃ができないっていうことがね、うん、やっぱり台湾の多くの民主にとっては、やっぱりね、だんだん失望していくんだけども、じゃあ代わりに国民党に入れるのかというところはちょっと理解不能なんですけどもね、私なんかにとっては。でもまあ、台湾の人にとっては、やっぱり批判票を出したと。うん、まあ逆に言うとね、2年後の総統選挙でね、あの、蔡英文さんがもし出ないというより、まあ出ない方がいいと思いますが、フレッシュな民進党の人が出てきたら、やっぱり勝つんじゃないの、民進党は。あの、そういうふうにね、台湾の票ってのう揺れ動いていて、はっきりと中国支持っていう人はそんなに多くないと思いますよ。で今のご質問、あの香港のこともありましたがね、香港はやっぱりこれべったりくっついてるんだから、うん、中国に。しかも、中国人民解放軍がまあ900人ちゃんと駐屯してるしね、香港の中に。もう一つは、つながったでしょ、橋が、うん、今までフェリーでしかマコーに行けなかった。そうですね、それがつながったということはね、あの橋が要するにいきなりね戦車が来たりするんですよ、うん、だからそれやこれやでね、あの香港の人はやっぱりもう半分以上諦めの方が、で早めに諦めた人はみんなもうオーストラリアとカナダへ行っちゃったし、今イギリスにも行きましたけどね、はい、まあ、世界中に行って海外華僑として商売をやってると。で、あの、香港の内政問題に関しては、もう、あの、この人たちは論じないというところまで来ちゃってますね。うん、だから、あの、悲観的って言えば、香港の未来は悲観的ですよ。うん、まあ、台湾もね、そのマレーシアじゃないですけれども、うんうん、まさかの李登輝さん、もう一回とかっていうのは、うんうんうん、これはないですかね。いや、李登輝さん、昨日入院なさったんだけど、容体は、あの、非常にいいらしいです。いいですよね。ただ、もう、それはないでしょう。うん、でもね、マレーシアで、いや今のこの情勢の中で、あのマハティルさんピンピン歩いてるじゃない、うん、そこ行くとやっぱりね、ちょっとあの心臓を病まれてる李登輝先生は、うん、ちょっとあれじゃないでしょうか、健康的にね、うんうん、ただまああれに似たようなことを言う人がゴロゴロ台湾にもいるから。いますか。ええ、うん、あの例えば頼清徳っていう人ね、今首相やってるけども、はい、こんな人なんか出てくると思いますよ、どんどん。大聖徳さんですか、ね、うん、はい、行きましょう。はい、目黒区の田中さんです。今中国は共産党一党独裁による莫大な資金源を持って世界を金縛りにしている。日本をはじめアジア諸国、アフリカ、ヨーロッパと日本は今にも中国に侵食されそうです。まさか ODA がおよそ3兆円まだ中国に送っているとは、さらに中国の軍事戦略である一帯一路に安倍総理が協力するなどと、言ったようですが、まさに泥棒に追い銭です。なんと平和ボケ能天気な政治家でしょう。そして売国奴のような企業経営者がいる限り日本国民は救われないと思うのですが、いかがでしょう。
いや、特にアメリカがね、10月4日のペンス副大統領の演説以来、はっきりと露骨に中国に敵対するっていう意味を言って、まあこれね、解釈の仕様によっては、これ宣戦布告なんですよ。で、その時に日本はシルクロードに協力するだのね、なんだの言ってアメリカがよく怒らないなと思うでしょ。ところがね、アメリカの企業だって、例の GAFA ってね、Google、Apple、F は Facebook にもう一つアリババじゃなくて Amazon ね、この第4社が中国に出たがってるし、GM は中国にちゃんと出て、もの作ってるし、だからトランプ政権とは相入れないアメリカの実業家もいて、やっぱりシャーシャーとやってるわけよね、商売を。だから日本に対してもそういう強くは出られないってことが一つ。二つ目はね、アメリカはね、そうは言いながら、中国がドカーンとクラッシュすることは避けたいんですよ。こうウォール街にも響くし、世界中の株式市場からビルトインされたシステムが相当の亀裂というか痛手をこもるでしょ。そうするとやっぱりソフトランディングですね。で、中国がソフトランディングするにはどうしたらいいかというと、アメリカがやれないことを今度日本がやれと。つまりシルクロードでもなんかいいところがあったらそこは協力すればいいじゃないかと。こういうことなんだろうと思う。でなきゃ、ね、日米同盟進化なんて言ってる安倍政権が、トランプさんと違うことをね、やるとはとっても考えられませんもんね。でも、なんか今その、中国企業にね、対していろんな意味で規制というものがかかっていく中で、日本政府が、実際にじゃあそこで、動いたというか、確信たるものないですよね。いや、財界主導なんですよ、これね。要するに今何万社行ってますか。駐在員だけで今13万人ぐらいいるんですよ、日本人がね。しかも今、トヨタ、日産、ホンダ、工場を拡張してるんですよ。で、逆を言ってませんか。逆です、逆。はい、でね、拡張ってなぜ拡張するかっていうのは、中国で上げた利益を送金できないから、向こうで内部留保が人民元で貯まるわけですよ。だから、しょうがない、工場でも広げた方がいいやと、いうことになるし、で、もう一つはね、自動車ってのはほら、大きく言っても300以上の部品があるでしょ。そうすると、子会社、孫会社、みんなくっついてきますね。最低300の企業がくっついて出てっちゃうから、だから、他の産業はみんな中国から撤退したにもかかわらず自動車だけが出てってる、もう一つはね、コンピューターの問題があるんです。それはなぜかというと、日本の場合プライバシー、例えばほら、チカちゃんコンピューター使うでしょ、で、なんか買い物なんかちょっとやったらさ、次に類似のあれパパって来ませんか。来ますね。来るでしょ、あれなんで来るの。つまりデータがどっかで利用されてるものが、もっと露骨に言えば盗まれてる。で、日本はこのプライバシー尊重なのですごい制限があるんですよ。ところが中国行くとね、プライバシーないから、そうするとね、次のデータベースビジネスでいろんな実験が中国でできる、日本でできないの。だから日本のコンピューター会社みんな行くんですよ、あそこ。まず先ほどのアメリカのそういった会社も、そこのビッグデータを持って実験したいわけですよね、そうそう。で、実験して次のビジネス、早めにもう、基本特許を抑えたりね、ビジネスモデルを抑えたりしたいわけですよね。そういう矛盾があるのでね、だからトランプ政権が今やってることというのは、せいぜい物品に高い関税をかけるということなんだけども、その次をなかなか手が打てない。そこが、次の米中戦争のネックになると思いますね。まあそういう、例えば、その人民元、その要するにお金の部分で、今度例えば、まあ為替の問題であったり、そこにはいかないんですか、いや、通貨スワップは日本は協力するって言ってますけれども、これもね、私は別に財務省の代弁するわけじゃないんだけど、出てった日本企業がね、出ていった日本の銀行から人民元でお金が借りられない。それが今の現実なんです、
そしたらやっぱり通貨スワップで、はい、日本の企業が中国でも人民元をふんだんに使えるというようなことに今そういう状況に追い込まれられたっていうかな、そうなってるんですよね。で、中国は中国ではドルが今不足してますんでね、はい、ここでやっぱりスワップによってドルを調達したいという強い喉から手が出るほどのドル需要を通貨スワップでやろうと。日本円で交換って言ったって日本円とドルってのはこれほとんど同じ世界のハードカレンジーですからね。そうですね、まあ本当ね、もうコマーシャルの中でもね、本当いろんな話をしていただいて、はい、まだまだね、やっていきたいと思うわけなんですけれども、行きましょうか。はい。千葉の大竹さんです。日本政府はいわゆる元徴用工らへの賠償命令を受けた日本企業の資産が韓国によって差し押さえられた場合、その対抗措置として日本国内の韓国側の資産を差し押さえることを検討しているそうです。こうなると、日韓の報復合戦になるのは必至です。私の予想ですが、次に韓国が打ってくる手は韓国内にいる日本人の拘束だと思います。普通の常識が通じないのが韓国です。韓国は産経新聞の元支局長をパククネ大統領に対する名誉毀損として在宅起訴し、韓国からの出国を禁止したことがありました。これは完全な因縁、でっち上げの不当な拘束ですが、法律や常識より感情を優先するのが韓国です。今韓国内にいる日本人も普通なら職務質問で終わるようなことでも身柄拘束、出国禁止処分にされる可能性があります。そこで私は韓国への渡航を止める、やめるのは当たり前、現在韓国にいる日本人も即刻引き上げ、企業も韓国から手を引く準備を進めた方がいいと思います。いかがでしょうか。いや、もうちょっと対極的な流れを言えばね、大韓民国ってのは消える恐れがありますよ、うん、つまり南北朝鮮統一で高麗連邦っていうのは今の、大統領のね、いわば政治的野心でしょ、はい、で高麗連邦として新たに統一されるとすると、あの核兵器はどうなるんだと、うん、核兵器は統一朝鮮が持つんですよ。それでこの核兵器はどこに向かうんですかって、日本しかないですね、うん、でそういう戦略的な危機感の中で、戦術的には今この方がおっしゃってるように、日本人の人質化とかいろいろね、なんていうのかな、気な臭い状況になるとそういう手段を用いるでしょうね。ただ今の段階で徴用工で三菱重工だのなんだのに、この民間で資産の差し押さえなんていう手口を今使おうとしてるわけだけど、それ日本政府は今毅然とした態度を持ち続けてますんでね、うん、だから韓国としてもこれどっかの鞘で収めない限り、かなりあれじゃないの、やばいんじゃないの、うん、韓国の政治そのものがね、まあ本当その政治そのもの、ね、また国際社会に対しても、ね、ものすごくこの問題っていうのは逆影響に出てますよね。いや何しろ今ね、韓国の景気すごく悪いですよ、うん、で若者の雇用ってのほとんどないんだから、うん、この国民の不満っていうのはね、雇用があって叱るべき給与があって、なんとか三食食いつないでいる限り政府に対する不満ってのはそんなに強くないんですよ、もともと不満はあってもね、うん、それで政治的イデオロギーとかなんとかを優先する人ってのはどの国でも少し少数派でね、うん、ところがこれね、景気が悪くなったらいきなりこの政権に対する不満になりますからね、その辺のところの舵取りを考えているのか突っ走るのかね、日本を徹底的に回して突っ走るとすれば、今の景気はもうちょっと落ち込むでしょ、うん、で中国は助けられると思ってたら、中国は今完全に韓国をねバカにしてるったら言葉はあれだから、まあ軽視してますもんね、うん、ほとんど相手にしてないじゃない、うん、だからこう非常に今ね、韓国はまずい立場に追い込まれていて、それこうなることを望んで大統領を選んだのかどうか、あるいは猛烈に今反省しているのかね、そこのところちょっと分かりませんけど、韓国国民は理解してるんですかね、その状況を。いやそんな戦略的レベルで理解した試しってほとんどないじゃない今まで、生活のレベルで考えても、
いや、ずっと時代主義でしょ、うん、あの白スキーの戦い以降、強い方にパッてつくんだから、で、あ、こっち弱くなった、あっちの強い方にパッてつく、くる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 変えて、うん、あの自分の自立自主判断っていうのを未だかってしたことのない国民性があって、うん、そういう典型的な人たちがずっと指導層についてきたということは、やっぱりあの国の不幸でしょうね、うん、でしっかり信念を持った人がたまに出ると、ね、暗殺されたり、うん、失脚したり、まあね、本当あの政治の貧しさっていうのは日本以上のものがあるんじゃないですかね。はい、行きましょう。はい、ラジオネームさくらさんです。アメリカの軍事力評価機関グローバルファイアーパワーが対象となる世界136カ国について軍事力に関係する50以上の項目を総合的に評価し、2018年の世界軍事力ランキングを発表しました。すでにネットで公開されていますが、日本は8位です。驚いたのは台湾が独立国扱いで世界24位につけていることでした。人口およそ2350万人に対しておよそ193万人の兵員を要しており、国民の10人に1人が国防の任務に当たっている計算になります。中国と真正面で相対するということは、つまりこういうことです。また台湾が中国に取り込まれるということは、この戦略がそのまま日本の特に目と鼻の先の沖縄に向けられます。真っ当な憲法改正と国防力の整備を心から望んでいるんですが、宮崎先生いかがでしょうか。あのね、ちょっとデータが古い判断でね、つまり台湾は今ね、徴兵制やめちゃったんですよね。志願兵にしたでしょ。ですがそこで相当戦力の後退が起きてるというふうに見られますね。で、日本が8位っていうのは、なんかこれやっぱり過大評価だよね、うん、予算を見てて予算が大きいから、うん、あ、これすげえやって思うかもしれないけれど、日本の国防予算ってのは 60% 人件費だしね、うん、その辺のところ、それからもう一つ予備役ですね。台湾は予備役多いんですよ。どの国も予備役多いんだけど、日本はほら自衛隊を辞めた途端に予備役登録をする人がものすごく少ない、うん、これ最大の問題じゃないかと思うんだよね。ね、今まで国から給料いただいて国防の任務についていて、辞めた途端に国防意識っていうのをなくしていいんだろうかと思いますよ。はい、はい、東京都足立区竹本さんです。以前アメリカをはじめ中国やロシアも北朝鮮の核兵器に対する圧力よりも北朝鮮に眠ると言われる世界最大規模の地下資源の開発利権の争奪にシフトしているという話を聞きました。朝鮮半島の主に北側の地下資源に関しては戦前の日本も確認していたという話もあります。しかしそれほどの埋蔵量の資源があるのならば、北朝鮮による自国の開発ができずとも、この数十年の間に北朝鮮はもっと発展していてもよかったはずです。宮崎先生、朝鮮半島の地下資源とは実際にどんなもので、どの程度のものなんでしょうか。またアメリカや中国、ロシアの地下資源開発の利権争奪による北朝鮮への融和政策というのは本当の話なんでしょうか。いや、あのね、地下資源というのはあるってあるんです。どこにでもね。日本だって深海に行けば相当の資源があるし、一つにはだから鉱山技術にかかってますね。で、二番目は鉱山技師のその、なんていうのかな、働き方の問題。で、三番目に資本ですけどもね、北朝鮮の今時代が変わってテクノロジーがこれだけ高度化したら、我々が今欲しいものは何か。それはスマホに使う貴金属、レアメタル関係とかね。そっちの方に移ったんですよ。それでね、石炭、これはもうどんどん露天掘りで取れてて、これあんまり価値ないわね。次にマンガン鉱、銅鉱脈、それからニッケルとか、こういう、あれだけども、これ基礎的な工業要因でね。これもやっぱりどの国にもあるんですよ、うん。そうすると北朝鮮が安い労働力でどんどん出せば、国際競争力持つでしょうね。うん、で、問題は、だんだんレアメタルになってくるとね、銅とか、ニッケル鉱とかなんかに、ね、付随して出てくる。はい、金がそうですよね。うん、で、
コバルトがそうですよ。で今コバルトなんて不足してるでしょ、うん、この数年間で4倍ぐらいになっちゃったね、はい、でそれはみんなね大きな鉱山の鉱脈の中に含まれてる含有量の差になってきて、でここで鉱山技術ですよね、相当の投資を持っていって、あの1000メートル2000メートルも深掘りして坑道を作って、でそこはちゃんとエレベーターが通ってね、それで一流の鉱山のノウハウを持った技師が行くと、そしたら能率上がるんだけれど、これね中国はやって失敗したんですよ。あの中国がね北朝鮮に投資して鉱山開発やって、誰も働かないんだって。それでね、幹部がね、あの、今度、あの、パソコン10台寄付してくれとかね、たかりばっかり。北朝鮮の技師の方が、そうそう、経営者ね。で、あの、いっぺん今度は北京に呼んだんですね、打ち合わせにしよう。そしたらね、ホテルで飲み食いはやるわ。もう、めちゃくちゃ飲み食いをやって。で、一銭も払わない。でね、中国は撤退したんだよね。そうですよね、うん。そういう国なんですよ。ですからね、あの、埋蔵はある。しかし、現実との問題、それから膨大な開発費とその効果ということを考えると、やっぱりね、既存の、まあ、率直に言ってね、これマーケットから買えばいいんですよ。コバルトなかったら、あの、ベルギーって買えばいいんだし、あの、ウランなんて今日本に余ってるんだからね。あの、そういうことで、もうちょっとね、知恵を働かした方がいいとは思いますね。はい。はい。豊島区の大竹さんです。移民法が成立する公算です。私は憤りを感じています。しかし、この法案が通っても、本当に移民は何十万人も日本に来るでしょうか。中国でも一人っ子政策の影響があり、人手不足だそうです。アメリカでは中国人の家政婦が集まりにくくなっているようです。また、アメリカに留学した中国人が、アメリカより中国の方が待遇がいいということで、アメリカには残らないそうです。現段階ではとりあえず5年ですが、台湾では12年いられるそうです。こんな状況で時給の安い日本に移民は魅力を感じるでしょうか。魅力の薄い日本に移民は殺到しないのではないかと密かに期待していますが、宮崎先生、アジアの人手の状況は実際どうなんでしょうか。あのね、確かにそうね、賃金の安い日本なんかに来るかっていう問題あるでしょ。でもね、賃金の問題ではない、安全保障の問題になった時に来ますよ。つまり具体的に見えるのは、もし韓国が何かが起きた場合に、どうっと来、脱北者じゃないんだよ、今度は脱難者が来る。あの、これどうするんですかってね、近いからね。ですから今ね、あの、アメリカなんかと検討を密かにしてるらしいんですよね。してるとは思えない。最終島に収容所作っちゃうと。あそこに何十万人も収容できるのを、とりあえず作るか、もしくは用地を確保するか、その準備をするか。というようなことで、あの、いきなり日本に来ていただくと困るなということですよ。あの、トルコがね、シリアの時に合計350万人ぐらい、いまだにトルコの中に100万人いるんですよ。で、残り100万人ぐらいヨーロッパに追い出したけどもさ、そうですね、これね、経済的負担大変ですよ。トルコってのはそんな豊かな国じゃありませんから、で、国際的支援があるといったって、当座のね、毎日の食料と水と、それから電気とかテントとか、これだけでも大変な支出だから、あの、日本はだから、その、賃金の問題は終わってると。だってシンガポールや香港の方が賃金高いもんね。で、フィリピンだって今、あの、あんまり日本に来たがりませんでしょ。あの、時給今いくら1000円日本。ね。あの、ひょっとして中国の、アマさんなんかやったらさ、もっといい給料取られる。少なくとも香港でアマさんをやれば、3食付きで住居タダで、月収おそらく今20万円ぐらいもらえるんじゃないの。だから仕送り、丸々15万円ぐらい仕送りできますもん。はい。はい。ラジオネームスカットミサイルさんです。
米中の貿易戦争が加熱するにつれて、連動するように韓国において北朝鮮との融和ムードが高まり、反比例して徴用工訴訟や竹島など反日政策が加熱しています。日本でも移民受け入れ政策が猛スピードでまとめられ、どれもこれも列強による株式会社日本をさらに拡大したイギリス東インド会社のような東アジア会社の動きのように見えてなりません。陰謀論はあまり好きではないのですが、今年一連の動きはどれも結局のところプロレスショーでしかないのでしょうか。いや、この移民の問題ね、野党が反対してるじゃない、はい、不思議ですね。この問題は野党が推進するべきじゃないの本来は、うん、ね。だから、まあ、逆に言うとですね、1月10日まで会期伸びて、ギリギリで参議院通過させると言ってるけれど、野党に期待した皮肉ですかね、これね。まあね。では、宮崎雅弘さんの最新刊を3冊ご紹介したいと思います。はいはい、今日発売のものからご紹介します。はい、本当は異民族が作った虚構国家中国の真実。こちらは宮崎さんと宮脇淳子さんの共著で、ビジネス社より税込み1080円で書店に並んでおります。これね、3年前に出した中国絵師という本を、題名を変えた、新書版リニューアルなんです。リニューアル。ですから前に中国絵師という本をもしお読みの方は、これは買われる必要はありませんから。はい。はい。では、11月17日に発売された、新作です。AI 監視社会、中国の恐怖。PHP 新書より税込み950円です。こちらは？これはね、結構、評判にはなってるんだけれど、やっぱりね、AI 監視社会って言ったって、今まだ一般の人はね、ピンとこないんですよね。ですから、まあ、少し伸び悩みかなと。そして12月10日に発売される予定ですね、はい、青空の下で読むニーチェ、弁政出版より税込み972円で書店に並ぶ予定です。なんかマットさん見本持ってるけれど、すいません、買いますよ、もちろん。ニーチェですね。これもまたね、ちょっと一瞬難しそうに見えたんですけども、ね、日本でね、哲学で一番人気あるのはニーチェなんですよ、うん、とかみんなニーチェ誤解してるわけよ。つまりね、ニヒリズムってなんか暗い悲観主義、うん、そうですね、で、なんか自殺の勧めみたいな感じ持ってるでしょ、うん、で、そうじゃないんですよって。ニーチェの本当の狙いは強く生きろということで、神は死んだという意味は、キリストが死んだという意味じゃないんですよ。うん、世の中ね、教職者とか教会が言ってることはハッタリで、うん、アリストテレス以来人間はまともな思考をしていないという意味で神は死んだと言ってるんでね。うん、だから、もうちょっと明るく解釈しようじゃありませんかというのがこの本なんですけどもね。ただ、まあ、意外にね、宮崎さんはニーチェなんてよく言われるけれども、うんうん、そうでした。いやいやいや、まだこれからですから、読むのも私、でもね、いろんな、三島さんであったり、この、西部さんや太宰治とか、まあ、いろんな方とのこの比較的にも出てますので、ものすごくそういう意味では、本当にこの暗い書斎から飛び出して、このニーチェという言葉がですね、青い青空の下で、ね、ブルースカイでね、うん、読むことが、このニーチェの、また新たな思想の理解に触れるんじゃないかってことですね。ぜひ皆さん、その通りですね。この辺もお買い求めいただければと思いますね。はい。青空の下で読むニーチェです。もうでも宮崎さんは最近この教書っていうんですか、はい、本当にいろんな方と教書してきましたよね。いや、それはね、なんていうんですかね、需要があるということと、もう一つは、やっぱり相手の、持ち味ですかね、はい、みんな特色があって、はい、ありますね。それでその引き出すのがまあうまいのかな。これどうなんですか、宮崎さん的に今回の出来は本当に良かったなというのと、それと売れたっていうのはまた違う感覚になるんですか。全然違いますね。違うんですか、どうしてこんなに売れるか、首かしげるような本が売れるし、例えばどんな人との共著なんですか、それは。いや、やっぱりね、いや、この10年、まともにコンスタントに売れてるのは、石平さんとの関係で、これはもう9冊、出してますよね。
藤井元気さんとも結構出たんじゃないですか、ね、うん、いや、あれ2冊目があんまりヒットしませんでしたね。ダメってことはないんだけど。いや、あの、女性の中、評論家の福島さんとのあれはどうだったんですか。福島さんはね、ものすごく詳しいというより、おそらく今の日本で、福島さんほど詳しい人いないんじゃない、中国に。それでね、人の名前がだったかいっぱい出てくるでしょ。はい、だからそうやってね、整理しなきゃダメだと、わ、うん、かりにくいですよね。ね、あの、うん、もっと皆さんにわかりやすいように、うん、ということで、あの、協調で少し緩めているんですけどもね、うん、まあそれにしてもなかなか、あの、センセーショナルじゃないものだから、あの、問題というか、マーケット的意味でね、問題はあると思います。まあ本当にね、そういう意味で持ち屋同士のね、ぶつかり合いなんでね、今後も楽しみにしたいですよね。はい、ぜひお読みください。はい、まあまだまだメールファックスたくさんあるんですけどね、あと残りあっという間にもう7分ぐらいになってしまったんですよね。僕もまだまだ聞きたいこといっぱいあるんですよね。共産党のね、あ、でも内部すぎてそんな話してもね、しょうがないと思うんで、皆さん行きましょう。ね、はい、はい。横浜市の橋本さんです。北方領土の返還に関する議論が話題ですが、二島返還論や経済協力をめぐる攻防について、宮崎さんのご意見をお聞かせいただきたいです。日中や日韓のお話ばかりが盛んですが、日本はマスコミはほとんど日露情勢については疎いと思います。なお2016年くらいから日本のカレンダー市場ではプーチンカレンダーがぶっちぎりの人気で、若い人が渋谷のロフトなどで、あ、プーチンカレンダーだと盛り上がっているようなんです。とっても複雑な心境です。一部じゃなくてですか。いやいや、モスクワとかレニングの今の、サンクトペテルブルグなんか街歩いてるとね、はい、やっぱりあのプーチンの T シャツね、あの、すごい人気ですよ。それか、あの、こけしのあれ、マトリョーシカ。はい、はい。あの、やっぱりプーチンがパンパン出ててね。あの、そういう時、まあ、人気があるというよりも、あの人がやってることはナショナリズム、うん、強いロシア、うん。で、それがやっぱり若者に受けるわけでしょ、うん。で、このね、強いナショナリズム、強いロシア、ロシアの誇り、ロシアの矜持なんてことを言ってると、うん、北方領土なんて返すわけないじゃない。で、あの、日本はなんか外務省がね、姑息に二島返還でまず手を打つとかなんか言ってますけど、うん、大体安倍さんとプーチンは22回対、あの、会ってるんでしょ、うん、?22 回も会って、で、結局何なんですか、領土問題、一歩も進んでないじゃないですか。あの、ですから、その点ではね、実利的なこと言えばね、あの、あれでしょう、やっぱりガス、原油。これをロシアから利権をもぎ取るような形でもね、どん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 持ってこなきゃいけない。で、中東が今、きな臭いでしょ。そうですね。ホルムズ海峡に万が一あったら、日本はね、あれ、カタールにガスを依存してるからね、ガスの供給先だって多元化しなければいけない。今ね、ロシアから 10% 入れてるんですよ、日本は。そうですね。あの、これもうちょっと増やした方がいいと思うし、まあ、サウジの情勢についても聞きたかったんですよ、実は。もうあと5分になっちゃったんですけど、4分か。そうそう、サウジはね、あの、1バーレル87ドルっていう喫水線があるんですよ。ありますね。何かというとね、87ドルを1バーレル下回ったら、サウジアラビアは財政赤字になるんです。で、黒字が87ドル以上ね、今日現在60ドルぐらいかな。そうすると何ができないのかというと、アメリカから兵器が買えなくなる、うん、イエメンとの戦争の継続ができなくなる、はい、ヨルダン、エジプト、その他に対する周辺国に経済援助ができなくなる、うん、で、パキスタンにこの間50億ドル融資するって約束はしてるけど、本当にできるかどうか、うん、というところまで今、サウジ追い込まれてるんですよね。まあ、皇太子の、なんかあの、まあね、ジャーナリストの話もありますよね、プラスアルファ。まあね、あれは、あれでしょうね、トランプとしては、明らかにこういうことを出したら、関係おかしくなるから、うん、もうこのままうやむやになったらいいんじゃないかっていうのがアメリカの腹じゃないですか、うん、でイスラエルだってこれ全然問題にしてないし、ね、してないし、まあ、トルコがなんかね、いろいろ言ってますけれどもね、でトルコおかしいでしょ、うん、つまり盗聴器仕掛けてるってことですよね。あれだけ精密な情報を一体誰が取ってたのってね、うん、まあ、おそらく CIA って説もあるけれど、その前にやっぱりトルコでしょ、トルコの領内で起きたんだから、そうですよね、うん、
という問題、いろいろ、これ複雑回帰ですよ。複雑ですね。だって本当にね、大使館入るところよりも外でそういう殺した方がよっぽどいい、分かりやすいですよね、本当でしたら。これこそ松本清張が生きてれば、あっという間にミステリー小説にしたかもしれないけれど、ね。逆に宮崎さんがミステリー小説どうですか？いやミステリーじゃなくても、実は、ね、ミステリーみたいな形で、ね、頭使うようなことを今やってると、いやでも宮崎さんが世界これだけ歩かれて、本当になんていうんですか、そういうなんか映画とかね、脚本作ったら面白いと思いますけれどもね、今のこの現代社会と。今まで4冊書いてるんですけど、はい、こればっかりね、頭がものすごくこんがらがっちゃってね、それこそ東野圭吾さんみたいにね、はい、そればっかりに日夜熱中してればできるかもしれませんね。そういう日が来るのを楽しみにしてます。期待してください。はい、いやいやね、本当にね、宮崎さんの場合皆さんが腰を上げて、ね、押してあげれば、もうそういう才能がたくさん持った方なんでね、そうですよね。まあテレビは出ない、ね、地上波も出ない、本当自分のやりたいことをもう突き進んで、自分が決めたスケジュールで年間動かれてますもんね。いや、あっという間に年取ってしまいましたから。いやいや、まだまだ顔色がだんだん良くなりましたよね。いや、この間もね、ちょっと今時間あと1分ぐらいあるから、ちょっと、昨日浜松行ってきたんですよ。なぜかというと、立野会事件で三島さんと一緒に市街台入っていった、生き残りで小川雅弘って人いたんだけど、はいはい、70歳で亡くなったんですね。うん、で、本当に48年ぶりに、ね、葬儀行ってきましたけれど、本人曰く、後の人生は余力だったってね。だからもう全然人が変わったようにふくよかになって、お孫さんに囲まれてさ、何か、ああ、勝手の、激しい人が、なるわけですね。というような、感じを持って帰ってきたところであります。でもまあ宮崎さんにはね、やっぱりいろんな人がね、まあ、うちの父もそうですし、もうね、亡くなられた方も三島さんとかもそうですし、西部さんですか、西部さんもそうですし、たくさんの方がね、まだまだ宮崎さんに期待してますし、皆さんもね、今後の活躍、私もね、本当にもっともっと勉強させていただいて、いろんなこの生のニュースをですね、もう今、本当に日本の方も YouTube やネットのいう環境の中で自分から取りに行くってことがありますので、うん、宮崎さんのメルマガもね、本当日本一のメルマガなんでね、はい、これもね、朝4時にいつもね、情報いただきますんで、またこれも今後とも、宮崎さん、今日は本当に、あっという間でしたけれども。いえいえ、こちらこそありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、こちらこそありがとうございました。たくさんのメールファックスもありがとうございました。今日のゲストは、評論家の宮崎雅弘さんでした。